はい、今回ですけれどもこちらの柿食べてみようと思うんですが、確か阪急梅田で購入した柿なんですけれども、3個で確か500円ぐらいで購入できた柿になります。はい、結構お得だなと思って購入してみました。こういう感じ でこの黒い線がたくさん入っているので多分露地栽培している可能性が高いかなと思って、日光によく当たっている柿だと甘いなっていうこともあるので、こういう感じのものを購入してみました。で確かなんですけれども、タグのところに糖度が20度ぐらいありますよみたいな感じで書いていたので、甘さしっかりあるタイプの柿で、で多分なんかこの見た感じの柿だと種ありの柿なんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、それではこれから切ってみようかなと思います。はい、それでは柿カットしてみました。まず半分にカットした方はこういう具合、そして中に種がやっぱり入っていました。見た感じからも分かるようにジューシーで味が濃そうな柿なのですごく美味しそうです。でこの柿ですけれども、食べるまでにおよそ1週間ほど、まあ5日ぐらいかもしれませんけども、1週間ほど置いておいた感じになります。そして、今回これ1週間ほど置いてるんですけれども、3つあったうちの他のやつはもうすでに食べていて、そちらの方はすぐ食べたんですけれども、その時点でも甘くて柔らかくてジューシーで美味しかったです。はい、こういう具合です。ではこれ一つ食べてみます。こういう具合で美味しそうな見た目です。半分にカットした方はこういう見た目です。うん、やはり種あり柿の特有の濃厚な甘さ、これがすごく美味しいなっていう感じで、甘くて柿の風味しっかり濃厚でとても美味しいです。ちょっと種なし柿に比べると風味とかが結構強いので、種なしの方が好きだなっていう方もいると思いますが、まあ種類にもよると思うんですが、まあ、個人的にはこの種ありだと風味がよく強くて甘さがしっかりあるなっていう感じがします。種ありの種なしの方は結構つるっと食べれて、そしてさっぱり食べれるんですけども甘くて爽やかな香りで、そっちはそっちでまた美味しいなと思いますので、濃厚タイプを食べたい時には種ありがおすすめなのでぜひ食べてみてください。今回はこれ阪急梅田で多分購入したんですけども、とても美味しい柿でした。で値段も500円ぐらいと、3つで500円ぐらいとリーズナブルなので、もし寄ったら食べてみてください。ちなみに今回の柿ですけれども、花胡椒柿という種類の柿です。肉質なんですけれども緻密で、そして果汁が多く、糖度 20% 以上のとても甘い種類の柿ということです。ただまあ今回の購入したものが全部 20度以上糖度あるかというとちょっとわかんないですけれども、甘いのは甘かったです。人気のある種類の柿のようですので、もし見かけたらぜひ食べてみてください。私は今回これ初めて食べましたので、種あり柿の中でも甘くて美味しいなと思いました。